皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。今回はアニメランマ2分の1第9話の視聴者の反応を紹介していくわよ。それでは今回も、ゆっくりしていってね。毎回アバン凝りすぎだろ。ペーパー演出かわいい。毎回アバンのアニメーション違うのすげーわ。てか、ランマパッパマジで喋ってないよな本編。ここ好き。女子のスカートが長い。格闘ペアスケートとか、マジで訳がわからねえ。制服に色がねえな。わー気づいたらの時間シャルロット。頑張れシャルロット。ちゃんと来れてすごい。ようたどり着いたなようが。今回は海まで迷子してたのかな？ようが。プギー。早速水かけられるようが。シャルロット。アニメの P、ところどころデブで可愛い。ハマり役だな宮野守。面倒こんにちは。身だしなみきっちり3000円ミカド。これが昭和のイケメン像か。今日も完璧な時に使える素材。シャルロット灰は草にしてもアラジンからの山ちゃんラッシュだわ。ノックをする礼儀があるランマ。意味あり。慢性発情男顔に落書きされてたやつ。変態だったか。え。万年発情男来た。慢性発情宮野。3000円ほんと宮野守る。僕の頭はそういうことでいっぱいだ。お前らのことじゃん。そういうことでいっぱいなんかーい。残念なイケメン。かっこいいし声もいいのに言ってることが。サービスカット。お着替え中のアカネ。アカネちゃんの下着は純白の白。アカネちゃんのパンティ。待って。アカネの着替え？さすがにヤバいよ。深夜枠だから？コルホーズの玉ねぎ畑来たー。シャルロット。シャルロットお目目キラキラしすぎ。シャルロットの美化のされ方こっちいかよ。スケートリンクがアイスホッケー会場みたい。シャルロットはい顔が違うぞ。意外と出番あるよな。実況、関さんじゃん。こっちみんな。あなたの一郎。太もも。ここだけ見ると普通のスケートなんだよな。すごいビジュアル素敵なのに変態。あずさー。男性ファンがそこはかとなく平成初期っぽい。格闘スケートってなんだよ、哲学。かわいい。中華風衣装かわいい。曲めちゃくちゃ良い。おっと？やばばー、心配してるー。D.I.O. ほほー。近づかなきゃ攻撃できないでしょヒロインのセリフ。そうはならんやろ。かわいい。俺もケツも見たい。極力3000円には近づくなよ。ランマまだ滑れんのか。よく考えたらランマはアカネちゃんのお尻触ってるよな。いきなりお姫様抱っこからの閉まらない登場。コスチュームが変わった。確かにドギモを抜いた登場だけど。あはははははは。ランマのスケートはあまり上達していない模様。シャルロットはアズサちゃんのものですわ。Pちゃんは渡さない。さりげなくケツ触ってて草。スケートでは絶対効かないルール説明。アカネちゃんは守りきってるランマ好き。上から来るぞ。なんでスケートでゴングが鳴るのよ。ひぃ。このキスマガー。上から来るぞ気をつけろ。殺しに来てるだろ。ご褒美？得意の口づけ攻撃とかひどいな。ブレードで攻撃するの危険すぎて草。スケート靴危なすぎてわろた。刃先で巴投げとかえぐいわ。もろに入ったな。シンプルな聖剣付き。腹パン。スケートってなんだっけ？今回表情崩壊すごい。この氷割るとめっちゃ金かかるんじゃなかった？おんぶー密着してますね。傷をえぐるな。あずさちゃん天然煽りキャラだわら。突然筋肉マンになるな。3000円が筋肉マンに聞こえる。宮野さんとルーミックワールドの神話性よ。何やってもちゃんと技名やるのね。よく言えました。ランマのアカネちゃんへの熱い告白。かっけえ。アカネは俺の言い名付けだ。ヒュー、名セリフ来ましたわ。言い名付けシーン来たー。囚人監視の中で言い名付け宣言。ランマよう言ったー。来ました俺の言い名付け宣言最高のランアをありがとうございます。なんだそれ。言い名付けは脆い関係なのか？逆な行動？近身の逆な行動。嫌すぎる。別れさせやペア？なんでこのペア組んでんの？シュ。そう来たか。早くこれになりたい。走ったし。すげえパワー。このシーン来た。この3000円の力技なところ面白すぎるよな。そのデススパイラルは重かろう。どんな腕力してるんだよ。来たー。3000円の必殺技。別れのメリーゴーランドだー。3000円実は洋画より乖離季節あるな。まさに顔が最高の厄介なペア。3000円は普通にすごいんだけどなー。遠心力でヤバいことになるぞ。ここバカ力で大好き。鎖はさすがに噛みちぎれないだろ。一郎が脱いだ。そういうとこやぞ。BGM が犬やしゃみあってよきです。鈍い女。一人では放り出せない。つまり、ぐるぐる目あずさちゃん。前縁が半縁に。死ぬでこれ。あかねちゃんを守った。普通に大ダメージだけど。うわこれは痛い。かっこいいよーランマくん。この勢いだと普通は死ぬわ。体を張ってあかねちゃんを守ったランマよき。壁が壊れる前に人体壊れませんかね。それでも手を離さなかったランマのあかねを思う心は本物ということ。さすがにダメージがでかいな。さすがにダウンしたか。体中の骨がバラバラだ。全身複雑骨折。起きたな。ランマ生きとったんかわれー。平気そう。
ランマのバカで起きた。バキバキやないかい。普通に危険競技すぎる。それはそう。ですよねー。バッキバキ。これは全身いったか。良い泣きっぷり。相当なダメージ入ってる。ランマ生きてたと思ったらやっぱり全身いかれてた。全身骨折で命の危険とか何らかの警報に触れるのでは。シャルロットだそう。ド変態だー。全裸に首輪とかやべえだろ。Pちゃん裸だからね。人間に戻っても裸だよね。変質者だなこれ。世界はラナかラナじゃないか。ラナが全て。いやもうヨウガはおとなしくしてて。Pちゃん、ヨウガ。ランマとアカネのやりとり、やっぱりいいですね。A パートだけで熱くなってしまった。無茶すんな。時々パイゲしそうになるミヤノ。ランマ、君はもうほんと今日ここまでずっとかっこいいよ。泣けてしまう。限界じゃねえか。迫真のケツアングル。萌え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 。このしんみりした BGM 好き。あ、そこで間違えるな。ヨウガなぜアカネを投げた。どうしてこうなった。待って、入れ替わりが面白い。喧嘩すんな。方向音痴がこんな細かいところまで生きるとはねー。アカネちゃんは本当に可愛い。どう考えてもヨウガが間違えたのが悪いやろ。ヨウガくん、どこから服を、笑い。存在しない記憶。ランマいいところだったのにって言った。でたらめ。捏造記憶のランマちゃん可愛い。存在しない記憶に置き換わってる。妄想上のランマの声いなわら。見物してろ。これはひどい。技が変わってる。選手交代しようとしたがブーイング。観客からブーイングされるのおもろい。そもそもヨウガ、風林館の生徒じゃない。コスが可愛くない。女の子のコスチュームが色っぽくない。もうやるしかねえ。更衣室の文字がない。ギシアン、毎回思うんだけど、女ランマ林原めぐみ様の声が一切当時のままでマジですごいと思う。バッて、衣装のセンス良すぎるな。滑れねえのかよ。こっちもちょっと変わってた。あ、バレていら。バレたか？これでバレるかな？あ、初めてシャルロットの正体に気づいた。Pちゃんだ。仲良く喧嘩しな。いや、そもそもアカネが最初にいただろ。お前よ。情報量の多さと展開の速さがすごい。でもこれが原作テンポなんだよね。ランマとも兄折のやりとり。女ランマ、アカネちゃんより小柄なのいいよね。かわいい。大っ嫌いって言われて傷ついてますねー。今のランマかわいい。絵だけ見ればゆりゆりしい。そりゃそうなる。またかよ。また来た。だから3000人どんな腕力してんねん。今見ると、あずさちゃんの腕力が強すぎる。別れ以前の問題だろ。このランマなんかエッチ。痛いぜ好き。破局。かわいそう2回も吹き飛ばされて。死ぬ死ぬ。目鏡。量が痛そう。何寝言言ってやがる。作画崩壊。B パートは漫才感出てる。マジかよ。3000人、本当に宮野守るがぴったり。濡れたらやばい。プール、水まずいぞ。あ、下水かよ。そうはならんやろ。早く豚に戻っちまえよ。量が落ちたら P ちゃんになっちゃう。もはやスケート関係ねえな。やばいぞ P ちゃん。まあ問題になるわな。まあそれぐらいは言われそうだよね。ド変態。誤解でもなんでもないのがさらに面白い。ありがとうございます。俺もド変態って言われたい。日高のりこさんボイスで罵られるの、良いね。自覚はあったのか P ちゃん。この話まだ続くのかよ。自覚したならやめなさいよ。量が大丈夫そ？珍しいな次回に伸ばすのか。最終的にバレたのかバレなかったのか記憶がない。可愛い形の氷のかけらを見つけている可愛い白鳥あずさちゃん。量がの妄想内のアカネは正論しか言ってない。キャスト。体バキバキなのに追い打ちをかけるけど。ランマって優しいよね。恋がたきの弱みばらさないんだもん。ここで終わるのか来週も楽しみだ。めちゃくちゃテンポ良くて最高だった。アカネのあんな変態お断りよのセリフを変えた意味は何だったのだろうか。ヨウガも自分が P ちゃんとしてアカネの布団に入り込んでいることが嫌われる行為だという自覚はあったのねわら。魔物帝のツッコミ、前のうるせえとそんなに間が空いてないのもあって面倒がちらついて笑ってしまった。興奮しすぎて寝れる気がしないランアトートすぎる最高すぎる本当にありがとうございます。ついにスケートリンク終わった。今日も終わりました。格闘スケートは次回も続くのね。あ、2回では終わらなかった。猫の子じゃあるまいし、はいそうですかと渡せるかは次回ですね。生きる楽しみが伸びました。あのセリフも女の時ではありますがめちゃくちゃ好きです。今回の動画はここまでよ。これからも私たちの今期厳選アニメの視聴者の反応を紹介していくから、チャンネル登録して待っていてくれると嬉しいぜ。高評価とコメントも待っているわよ。それでは今回もご視聴、ありがとうございました。